悪霊のですね、まあ、いつもの、まあ、あれもまあプロレスみたいなもんですよね。続けてましてですね、下窓スタートレス、トレーは、オープンした時で、まあ、4、50ピピ、下窓をスタートしました。彩るも下窓スタートですね。下窓スタート、オープンした時で40ピピくらいでしたかね。40ピピくらい、ドル円よりちょっと狭いくらいで。で、まあ僕、ドル水持ってですね、行ったんですけどね。まあ、ユロドルがまあ40ピピ上げたんだったら、ドル水も40ピピくらい上にスタートしてもいいと思うんですけど、窓、一切開けず、あ、今5分足で紹介しました。ユロドル40ピピ下窓でスタートするのにドル水一切開けずっていうですね。まあ5ピピくらい上に上げたんですかね。こんな状況です。とりあえず言いたいのは、ビッグバン・ベイナーはですね、早くプロレスをやめろということですね。10月入ってもプロレスしてるなんてことがね、ないように願ってますけどね。まあちょっと過去のおさらいをしますとですね、2週間前ですか、FOMC、ね、まあ、ドル買いで、入ったわけですけど、まあ、その前ですね、まあ、FOMC、かなり市場は楽観してましたけどね、あの、ドル買い方向でですね、僕は、まあ、ドル円とユロドルのドル買い持ってましたけどね、あとまあ、ポンドルもドル買いで持ってたんですけどね、さすがに、僕ちょっとみんな楽観視しすぎじゃないかということですね。ポンドルはですね、まあ約109万8000の損切りをして FOMC 入りました。でなおかつですね、まあドル買いというかこれドル売りの可能性がですねかなりあるんじゃないかということで、まあポンドル切ってなおかつ、まあドル円のヘッジでですね日経を買いました。まあサプライズですね、まあ緩和継続でですね、株が吹くんじゃないかと、ダウを中心、まあダウ新興国、まあ、全ての株価上がるんじゃないかっていう、まあヘッジですね、日経買ったんですけどね、なんと僕スマホで楽天のあのースマホのアプリありますよね、あのアイスピード先物、あれ僕ですね、イフダンをしようがないんですよ。だからですね、FOMC 発表1時間前くらいにですね、30分前ですね、日経ポジってすぐに逆差し置いたんですよ。逆差し置いて、まあ、バイトですね、行きまして。で、休憩タイムになって FOMC の結果を見てですね、ああ、やっぱこうなってしまったかと。いうことで、まあ、ちょっとドル売り来ちゃったけど、一応、先物、返事しといたから、数万くらい抜けたのかなと思って、見てみたらですね、普通でしたら、FX でしたら、下の方にですね、まあ、差し値って置けないわけですよ。FX ですから、下の方に差し値ってブンブンってなるわけですけど、先物ってかなり下の方に差し値置けちゃうんですよ。でそういう場合ですね、まあ、買いでですね、例えば僕1万4千いくらですか、1万4千420円で確か差し、入って14,220円、200円下に、逆差し値置いたつもりが、差し値置けちゃうんですよね。ですから、差し値置いた瞬間躍上してまして、もう全くポジションがですね、もう出会って3秒で躍上ですよ。もうポジって、入ったと思ったらもうすぐ躍上みたいな感じでポジションなくって、水縄でしたね。いくら抜けたんですかね。1、2万抜けたと思うんですけど、それがなくなってましてですね、もう、
久しぶりにね、もうカッとしましたね。カッとなって人を殺してしまうなんてニュースを聞きますけど、あんなことありえるのかって思ってましたけどね。ほんとあの時はもうね、カッときましたね。もう人本当に殺せるんじゃないかっていうね、気分になってましたね。まあ、何が頭に来たって、それが単体のポジションだったらいいんですよ。例えば、雇用統計前に入りまして、本当は爆撃だったんだけど、間違っちゃって、駅が少なかったと。それならまだ許せます。単体のポジションですから。ですけど、今回はですね、まあ、今回というか、まあ、その時は、ヘッジのために入れてたポジションがなかったわけですよ。ヘッジのために入れてたポジションが、それがないっていうね、本当に僕はですね、ぶち切れそうになりましてね、もう完全にね、おこ。ね。本当、悪魔みたいになってました、あの時の顔は。普段はジェントルそうなんて言われてるんですけど、ね、完全にあの時は本当ね、デーモンそうでしたね。スマホのですね、電源消した時にですね、スマホの画面に、暗い画面にですね、もうね、デーモンソーがね、いましたよ。ほんとね。お前の家を浪人業界にしてやろうか。ふふふ、はははは、は、みたいなね。もう全然もう真似る気がね、しないですけどね。まあ、でもね、まあよく見たらですね、まあ、そこにはですね、デーモンソーじゃなくてですね、まあ、エース清水がいたんでね、まあ、ちょっとね、安心したんですけどね。まあ、デーモンじゃなかったということですね。まあ、それでですね、その後もですね、僕、なんだっけ、何のイベントだったかですね、CFD、あ、そう、月曜日がお休みの時ありましたよね、日本が。月曜日がお休みで、日経そこで漂ってた時、あそこで 14,500 いくらですか、 CFD でですね、僕、皆さんクイックの CFD やったことあります？あれひどいですね。普通に考えて、あれだって FX と同じ画面なんですよ、あのスピード注文が。 CFD あれ1枚って書いてあったら、普通ミニの1枚想像するじゃないですか、1って書いてあったら。しかも桁も、一緒なんです。プラス1、プラス5、プラス10、プラス20とか右下にありますよね、スピード値も。あれが、同じ表示なんですから、当然あの1枚イコール、ミニの1枚だと思うじゃないですか。それがですね、あれ実質ミニ 0.1 枚分なんですよ。僕、1枚、2枚ポジってたとか思ったら、まさかの 0.2 枚で、日経寄り付きで200円くらいぶち上げてたんですよ、 CME でですね。寄り付きっていうか、 CME で200円以上ぶち上げてて、あ、僕2万円抜いちゃったんだって思ったらですね、日経寄り付いたら1300円とかなんですよ。もうね、消えそうになりました。あの時の予定としては、寄り付きでまず利確して、その後1枚だけですね。でその後伸びるんだったら持とうっていう予定でですね、あの時本当は2万円以上抜けてた、2万くらい抜けてたんですよ。それが1300円、もう2週間にわたってのご発注でですね、もう本当にね、ブチ切れそうになりましたね。まあブチ切れてましたね。もうモニターが今4枚ね、正常に稼働してるのがね、奇跡くらいのもんですよ。それでまた今週このね、まあ今回のまあ窓はしょうがない。まあしょうがないね。まあ今日ね、日経がいくらで寄り付くのかね、本当に怖いです。話がなくなってしまいましたね。ちょっと、あれです。FRB ですね。本題に入りましてですね、次期 FRB 議長、ですね。まあ、予想というかですね、確定みたいなもんなんですけどね、まあ、ちょっと説明していこうかなって思います。まあ、今ですね、FRB の議長何期やってますけど、まあ、次期議長がですね、まあ、ジャネットで硬いんじゃないかと
まあ、ホワイトハウスも、まあ、議会にですね、ジャネット推しだということだったりしてね、まあ、硬いんじゃないかって思ってますけどですね、まあ、ドル買い論者の僕に言わせますとですね、まあ、ドル買いじゃなくてもですね、ありえないと。皆さんこれ冷静に考えてくださいと。まずね、これ見てください、この南紀。ああ、かわいいよ南紀、かわいいよ。ねえ南紀ね、かわいい顔してますね。まあ、この顔、ね、見ただけじゃね、まあ、何の、ね、何を言ってるのかね、わかんないかもしれませんけどね。FRB のね、前議長になりますね。アラン・グリーンスパン。ね、見てみましょう。ね、はい、これね。グリーンスパン。ね、スケベ親父ですね、もうここでまあね、ピンと来た人はね、もう気づいてるかもしれませんけどね。まあ、ちょっとわかんない人のためですね。次行ってみましょうかね。次、前議長ですね。グリーンスパンの前ですね。ね、見てみましょうね。はい。はい、ってことですね。もう皆さんね、お分かりいただけたでしょうかね。もうこれね。わかりますよね。皆さんこれ共通してる点があります。ね。まあ、さらに補足するのであれば、まあ、その前のね、ミラーね、どうでしょうね、皆さんですね、頭の方がですね、まあ、そういうことになっているわけですね。ジャネット見てください、これ。もう全然ダメじゃないですか、これ。完全にあるじゃないですか。こんだけあったらないでしょうね。こんだけあったらなおかつこうね、ずっと FRB は、議長は、男、ハゲ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 で来てるわけですよ。そこへ来て、女でふさ、もう絶対ないんじゃないかと、ね、思うわけですよ。僕ね、サマーズなしになっちゃいましたけど、サマーズは、素養はあったわけですよ。ね、ご覧の通り。まあ、ちょっと心もとない面もありますよ。まだちょっとあるからね。でも素養はあったと思うわけですよ。で、これがこけてしまってですね、これどうしたものかと思いました。ね。こう今まあ、ジャネットがこう、まあ硬いわけですよね。まあ一応、オッズではね。でも二つの壁を乗り越えないといけないと。まず男が女である。ハゲがフサである。もう二つの壁、あります。あ、ちなみに、欧州の、ECB の議長いますですね。もうわかりやすいですよ。今、まあ、ドラちゃんがやってますけどね。ドラちゃんの、前が、トリシェ。トリシェの前が、ドイセンベルクかな。見てもわかりやすいね。もう、わかりやすい。ね。まあ、ジャネットの話に戻しますとですね。まあ、ジャネット、こう、二つの壁を乗り越えないといけない。しかしですね、ここね、気づいた人いるかもしれませんが、アメリカの大統領見てくださいよ。白人が続いたものがですね、まさかの、まあ、まさかというか、まあ、まあ、まさか、黒人オバマになったわけですよ。ね、大きな壁を乗り越えました。ということでですね、FRB のね、議長も、まさかの、こう、女性があり得るんじゃないかって思いますけど、まあ、ジャネットはこの二つの壁を乗り越えないといけないということですよ。まあ、しかし、まあ、今回 FRB 議長に、まあ、人種であるという、まあ、こう肉体的なですね、まあ、変化があるかもしれない。ということでですね、まあ、僕ね、探しました、ね、一生懸命探しました、そしてですね、見つけました。こう今回がその肉体的
変化の時なんじゃないかということで、肉体的な変化を伴いつつ、そう、今までの伝統を守るということですね。皆さん、ご紹介いたします。この方です。ファーガソンさんです。はい、ロジャー・ファーガソンさんです。これ間違いないでしょ、これ。この FRB もこの人種的なですね、変革がありつつ、まあ、今まで代々守ってきたこの 大切なですね、伝統も守り続けるというですね、もう間違いないでじゃないかと。いや、ガチで、いや、ネタじゃなくてですね、これあるんじゃないかってね、僕思うんですけどね。いかがでしょうか。これ硬いでしょ、かなり。ね。ということでですね、まあ、皆さんこれからですね、FRB 議長のですね、まあニュースもいろいろ飛び込んでくると思いますけどですね、まあトレードにね、トレードの参考にしてはね、いかがでしょうか。ね、まあ、個人的にはですね、まあ、ガイドなんかですね、サプライズであってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。